超える人気 YouTuber さんなんですよ。すごすぎますよ。最近もちょっといろいろ増車はしてるんですけど。何持ってるの今は。あの手元にないのがフェラーリ488スパイダーとか、はい、今回愛車をご紹介してくださるのは、はい、YouTuber のあまねこさんです。よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。お願いします。いいですね、名前が、ね、あまねこさん。あまねこ余ったれてるんでしょうね。そうなのかな。余ったれてるの、はい、余ったれ猫です、ね、余ったれ猫なのか、やっぱり。そうだよ ね。でもあまねこさんね、うん、チャンネル登録者数が20万人を超える。なんだと。 YouTuber さんなんですよ。すごすぎますよ。高級スポーツカーを試乗されたり、愛車で旅する動画などで人気を博しているんですよね、うん、いいですね。はい、そして今回紹介していただく愛車は何でしょう、うん。はい、こちらスバル WRX STI ですね。また全部あれですよ、ちょっとなんかね、2の車に乗ってきてますよね。マニアックですよ。そうですね。STI を選ぶこと自体マニアック、うん、いいですよね。なんでこの車選ばれたんですか、うん。あ、実はスポーツカー、私にとって初めてのスポーツカーなんですけど、はい、絶対マニュアル車が良くて、また欲しいタイミングで新車で買えるのがこの子だったっていう感じで、うん、いや、お顔が気に入ってます。ねえ、うん、マニュアル好きだよ。ねね、だってもう一つ偉いのは、ね、走り屋猫だよ。マニュアルの免許を持ってるってことですよ。今だってね、ほとんどの方はもう、そう、オートマだよね。そうですね。私も最初はオートマだったんですけど、うん、限定解除して、なんでマニュアル車に乗りたくて、どうしても。うん、偉い。それイニシャル D の見すぎだよ。いや、本当にそれです。イニシャル D にはまりすぎちゃって、うんね、マニュアル車が。ちょっとこの車ちょっと紹介してください。これは？はい、これはあのスバル WRX STI なんですけど、はい、一応型で言うと VAB 型ですね、はいはい、で一応 E 型っていうので、あの F が一番最終形なんですけど、このエンジンとしては EJ20 が乗ってる最後のモデルではありますね、うん、はい、何年式ですか。2019だったかな、はい、あ、新しいわ、ね、これ一応おいくらで買ったんですか。買った当社460ぐらいでしたかね。新車で買ってんだ、はい、新車購入です。新車で買える車って探してこれだったんですよ、うん、そうなんですよ、はい、ずいぶんお金持ってしまいますよね。だってさ、20万人超えの YouTuber だから、うん、そこそこ入ってくるよね。あ、最近はそうですね、うん、はい、一応俺も20万人超えなんだけど、うん、結構いい生活してると思うよ。回数によるんで、ちょっと人によりけりではありますが、そうだから100万回再生とかになるとね、うん、なるほどね。あとはあれでしょ、何回そのなんと週に何回出すとか。そうなんです、投稿数が私多くてほぼ毎日 YouTube 投稿してるんですよ。すごい。そのおかげもあって、ね、すごいよ、俺月に1回そうですよね。もうちょっと頑張らないと。だからね、面倒くさいんだって、本当に。そうですよね。面倒くさい。お忙しいです。すごいよ。毎日だよ。毎日ってさ、何をそんなに人に。朝飯何食ったとかさ、トイレ、今トイレとかさ。トイレはやトイレやんないよ。トイレはさすがにないですけど。お風呂はお風呂。あ、でもお風呂あります。あ、見る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 。朝の番組。朝8時の番組。そうですね。お風呂は俺取りに行くよ。あ、撮っていただきます。朝の番組。俺音声さんやる。聞いてるか。朝の番組だ。そうだ、朝8時。そう、ね、朝8時。もうさ、車の話どうでもいいんじゃないの。まあでもこの車はね、車の番組なんですからね。ちょっといいですか。あ、どうぞ、はい、ちょっと汚いんですけど。でもノーマル。あ、ノーマルで基本的にあのそこまでがっつりいじってはないんですけど、うん、まあホイール変えたり車高調入れたり、うん、あと ECU 軽くいじったりっていうのはしてますね。これ4年落ちですよね、今。4年落ちってか4年経ってもう5年ぐらいですね、うん、はい。走行距離は、あ、走行距離はまだ4万キロとかで、全然そんな走り込みはしてないんですけど、ね、他に車高調入れて、うん、ね、ブレーキ変えて、うん、タイヤホイール変えて、コンピューター書き換えてんだよ。ね、ただの車好きじゃないよ。ないですよね。そこまでがっつりではないんですけど。ね、俺イニシャル D 見すぎてるよ。本当本当。はい、ハマっちゃいまして、そのせいで。この車の良さって何ですか。そうですね、うん、私にとっては本当初めてのスポーツカーってことで、うん、もうこれが私のスポーツカーのスタンダードって感じではあるんですけど、うん、やっぱりこのスポーツタイプの車でもあるにもかかわらず実用性が抜群っていうところもありますし、うんうん、これを買うまではどんなの乗ってたんですか。あの軽自動車のダイハツムーブコンテってちょっと可愛らしい、可愛、はい、いいですよ、はい、そういうのに乗ってて。あ、本当ですか。なんか女の子っぽいよ ね。あ、そうなんです。水色の車だったんですけど、うん、それこそ、まあ、イニシャル D とワイルドスピードにはまってしまって、うん、ちょっと一気にこんな感じの車に。ダイハツの車はもう乗ってないの。乗ってないです。買い替えって形でこの車買ったんで、うん、へー、いいなー。
でクーペには行かなかったんだね。そうですね、あの86とかもちょっと悩んだんですけど、うん、でもこれね、こっちの方が、まあ、生活にはめっちゃいい、ね、うん、そうなんです、うん、その当時はこの車1台しか持ってなかったんで、うん、最近はちょっといろいろ増車はしてるんですけど、何持ってるの今は。あの手元にいないのがフェラーリ488スパイダーとか。何だと？何だ？フェラーリ持ってるの？すごい。あ、そうですね。ただちょっと追突事故されちゃって、うん、あの実は買い替えを予定したりとかっていうのがあるんですけど。ちょっと待ってください。はい。何に買い替えんの？あのフェラーリで別の車も買い替え検討してるんですけど、うん、実は今月末にランボルギーニ裏カエボスパイダー納車予定 でちょっとスーパーカーを1台あったりとか、え、ごめんなさい、それっていくらすんの？あ、それはでも3000万から4000万ぐらいの間です。YouTube でそんなもんかんない？いやいや、そんなに YouTube じゃもんかんないですよ。なんかあ、でもそうですね、 YouTube 以外の本業っていうのも実はあって。え、何やってんの？あの、もともと公認会計試験合格者ってことで監査法人に勤めていたんですけど、うん、そこから独立して今法人を経営してるっていうところもあり、うん、コンサルティング業務だったり会計関連業務のお仕事もいただいてるので、うん、あ、そこでよしんだなと。単にそういうなんか可愛い子の、うん、あのお風呂に入ってる YouTuber とは違うよね。違いますよ、ね、違いますよ。俺てっきりそこだと思った。全然もレベルが違いますよ。 YouTuber だけでそんなん買えないから、うん、買えないよね、だから、うん、そうですね、やっぱりローンの審査とかもあるので、ね、はい、すごい。え、じゃあ今それと？と、あと日産の GTR の22年モデルのプレミアムエディション T スペックに乗ってます。すごいすごいあとはレクサス IS500 とかっていうので、まあちょっと4台持ちだったり、はい、ちょっと手元にいないのもいたり3台持ちだったりっていう感じで。俺トヨタのルーミー乗ってるんですよ。あ、そうなんですね。今日もそれで帰ってくるんですよ。いや、だけどすごいよね。すごい。成功してる。うん、いやいやいや。もう嬉しいですね。うん、あの彼女は、うん、あの自分の実力で車を購入してくれて、はい、そうですね、あとはこういうのもね、自然として乗ってくれてるんで。うん、一番これ使いやすい。マニュアル乗ってるってのは嬉しいね。うん、まあ、確かにね。そうですね。マニュアル車は今後も1台は絶対欲しいなって思ってるんで、うん、マニュアルならではの運転の楽しさっていうのはやっぱやみつきです ね。そう。確かに。そうだよね。いや、でも女の子が乗ってる車なんだって感じです。あの、私もそうなんですけどね。そこに日焼け止めなどがいっぱいついてるからね。はい、で汗もついちゃうんですよ。ここら辺にね、白くなっちゃう、これ日焼け止めの跡なんですけど、はい、この辺とか私の車も全部白くなっちゃって、ね、手に塗るからどうしても触るからついちゃうね。そうか、これ日焼け止めの跡なんだ。そうなんです。女の子の車だなって思いました。さすがです。そうなんですよね。で、長袖着ればいいじゃん。いや、いや夏ですよ。ちょっと暑くて、さすがに、ね、まあ、アームカバーって選択肢もあるんですけど、ね、やっぱりちょっと見た目的に、うん、すごい、あ、そうだな、私もなってるからそうだと思いました。さすがです。深い話ですね。深いね。深い。今は全く立ち入る隙がなかったから女性ならではの目線で。行きます。はい、お願いします。全然いいですよ。パワーあるし、トルクあるし。ボディカラーも黒が良かったんですか？そうなんですよね。黒が一番かっこいいかなと思って。ボディカラー黒が良かったの？はい。いいなら黒が良かったんですね。若いからね。え、なんでアマネコなんですか？アマネコは、あの、昔メイド喫茶に働いてたことがあって、その時の名前ですね。現地だみたいな。昔メイド喫茜茜働いてた時の名前だって、アマネコさん。はい。秋葉原？いや、あの、地元の方、愛知とか岐阜とかその辺なんですけど。シュウさん、はい、どうでしょうか？いや、いいっすよ。アマネコさん、いいですよ。で、STI だともう、やっぱこう、スバルのチューニングカーですからね。全然いいっすよ。車高調の割には全然跳ねない。あ、本当ですか？跳ねない。いや、
ねない、うん、普通車高調ってもうちょっとポコ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 跳ねるんだけどね、うん、ありがとうございます、はい、これどこの足？これはブリッツさんです。ん？ブリッツさん。あ、ブリッツか、はい、これはいい足だ。おお、うん、土井さん、はい、どうでした？いかがでした？やっぱね、STI はいい。あ、もうさ、うん、もう本当なんかもう4人乗ってもゆったりだし、はい、で後ろのヘッドクリアランスもちゃんと取れてるし、そうですね、乗車ですよね。そうで飛ばすとスポーツカーだしさ、本当、うん、楽しい車だよ ね、完成度高い車、ね、あとやっぱり、ね、もう4年も5年も乗ってるっていうのがまた嬉しいよね、うん、はい、普通なんか ね、ほら飽きちゃってさ、そうそうそう、コロ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 ね変えるんだけどさ、うん、大事にしてほしいよ ね、はい、これからもちょっと残していきたいなって思ってる車両ではあるので、うん、なるほど、はい、もうマニュアルに乗ってるっていうのが偉い。そうですね。ね、ねえ、じゃあこれからもいろんなカーライフ楽しんでください、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、本当にね、はい、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい、中古車買取ホット車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッ、ガスタムカー中古車販売開店ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。